西川大一郎は、日本の政治家。東京都荒川区長、東京都特別区長会顧問。衆議院議員、東京都議会議員、経済産業副大臣等を歴任。東京都荒川区生まれ。文京区立第六中学校、東京都立竹林高等学校、早稲田大学小学部卒業。早稲田大学大学院小学研究科に進学し、単位取得退学。 二千十四年三月、聖学院大学大学院、アメリカヨーロッパ文化学研究家から、博士の学位取得。石田博秀元老賞の秘書を経て、九百七十七年の東京都議会議員選挙に、河野陽平率いる、新自由クラブ公認で出馬し、初当選。新自由クラブ回答後は自由民主党に入党し、東京都議会自由民主党政調会長や自由、 民主党全国青年議員連盟会長を務めた。1991年東京都知事選挙に際し、小沢一郎幹事長の意向を受けて、鈴木俊一と知事に4選出馬を思いとどまらせるべく、鈴木卸を拡策。小沢の主導で、自民、公明、民社3党は元 NHK 記者の磯村久則を擁立する。しかし、鈴木都政を支えてきた。 自民党東京都連は、カスヤ・シゲルラ幹部が猛反発し、自民、民社2党の都連が鈴木を支持。結果、鈴木が4 0を果たし、磯村は大差で敗れた。小沢は、磯村敗北の責任を取り、自民党幹事長を辞任する。1993年、羽田派が宮沢改造内閣不信任決議案に賛成票を、当時、集団離党。 西川もこの動きに加わり、羽田勤を党首に担ぎ新政党決闘に参加する。不信任案の可決を受け、宮沢貴一首相は衆議院を解散。西川は第40回衆議院議員総選挙に新政党公認で出馬し、当選した。1994年末、新進党決闘に参加。1997年末の新進党回答に伴い、 1998年に小沢一郎が率いる自由党の決闘に参加した。自治連立政権の大渕再改造内閣では防衛政務次官に就任する。2000年4月、小沢が自治公連立政権からの離脱を主張した際、西川はあんたは裸の王様だと吐き捨て、小沢と田元を分かち、連立政権への残留を主張するグループで保守党を決闘。 1> 第1次、森内閣でも、防衛政務次官に再任された。第2次、森改造内閣。第1次、小泉内閣で、経済産業大臣政務官。第1次、小泉改造内閣で、経済産業副大臣を務めた。2003年の第43回衆議院議員総選挙では、連立与党内の選挙協力が不調に終わり、東京都第14区で、自民党の松島緑、 民主党の井上和夫の後人を廃し、得票数3位で落選した。なお選挙後、惨敗した保守新党は自民党に吸収された。2004年、藤沢志向荒川区長が汚職疑惑により実職したために実施された荒川区長選挙に出馬し、当選。自民党に復党した二階俊博が会長を務める旧保守党系議員が、 中心の派閥である新しい波の顧問に就任した。2008年、荒川区長選挙で再選を果たした。2009年5月、特別区長会副会長に就任。2011年5月、東京都特別区長会会長に就任した。2012年11月、荒川区長に参戦。 2014年第19回東京都知事選では、土屋正忠によると、舛添洋一の指示を呼びかけ、最終的に東京都区部23区長中22人までが舛添支援を表明した。2016年11月、荒川区長に4選。2020年7月、東京都特別区長会顧問に就任。同年11月、荒川区長に5選。 ありがとうございます。